通りネイルをしながら、去年を振り返ったりだとか今年の目標をね語っていきたいと思います。で、ネイルは基本的にいつもネイルサロンに行ってやってもらうんですけど、大学のラボとかの関係で薬品をどうしても扱うので、ネイルとかこうアクセサリーであったりとかね、そういうのはねちょっと控えなきゃいけないので、冬休みも残り1週間ちょっとぐらいになって、やっぱそこでねジェルネイル30ドル40ドルとか出してやるのはちょっともったいないなって自分で思ったんで、今回はねちょっとウォルマートで、まあ、お手頃にね買えるネイルを買ってきて、これをね自分でしながら今年の目標について語っていきたいと思います。で、今回買ったのがこのベイビーブルーですね。なんかちょっと今自分の中でブルーとかなんか緑とかちょっとこういう淡い系の色にハマってて、いつもねピンクとか赤とかばっかやっちゃうんで、ちょっと変わった色もやりたいなと思って今回このベイビーブルーをね買ってみました。で、あと普通にベースコートとトップコートも2個買ったので、これも使っていきたいなって思うんですけど、これやばくない？これ新品の商品なんだけど、もうこのボロボロの状態で普通に売られてんのね。で、新しいのをね買っちゃおうと思ったんですけど、もうこれ1個しかなくって、しょうがなくね中は多分開けられてないと思うので、もうこれ我慢してこれを買いました。はい、じゃあね早速いきたいと思います。とりあえず最初にね髪が邪魔なんでくくりたいと思います。髪の毛もね学校行く前に切ろっかなって思うんだけど、未だアメリカでヘアサロンに行ったことがないっていう、だからちょっと心配っていうか怖いというか、なかなか行けれないんですよね。じゃあネイルにねちょっと差し掛かっていく前に、今年のね目標っていうことなんですけど、目標だとかをね私ここに自分のノートにね全部書いてるんですけど、こうやってね紙に書くことによって 42% 達成率が上がるっていう結果が出ているんですね。だからみんなもね今年目標があるみたいな人はぜひぜひ紙にね何でもいいんで書いてみて、こうちゃんと見てね今年はこれ頑張ろうみたいな感じでねやってもらえると 42%ゴールに近づけるんじゃないかなと思います。で、はい、じゃあまあね、とりあえずおしゃべりはその辺にして、ネイルに差し掛かっていきたいと思います。とりあえずじゃあベースコートから。いつも目標を考えるときに、もうね、結構、今年の目標っていう一つの大きい括りで、わかんないんだけど。作る時ってなんか今年の目標みたいな一括りにして今まで結構目標を立ててたんですよね。でもなんかいつもそれじゃあなんかすっごい目標の幅が広すぎてなんか全然どうしていいかわからないみたいな、その目標にね目標を達成しようとはするんだけどもなんか達成しきれないみたいな、毎年目標だけ作って終わっちゃうみたいな感じになっちゃうんで、こうねちょっといろいろねその目標の立て方も調べたんですよ。調べたっていうかどんな感じにね他の人がやってるのかっていうのを調べたんですけど、でその中でセクション分けするっていう方法を見つけて、私のね目標もセクション分けしてみました。で大きく分けたのがライフとスクール、プライベート、あと去年からね YouTube を始めたっていうことで YouTube、 その4つのねセクションに分けて目標を立ててみました。それだとねやっぱこうセクション分けされている分こうきっちりね目標が見えやすいかなって個人的にも思って、まだそれがね本当に自分に合っているかどうかとかはちょっと分からないんですけど、今年はねその方法を使って実験じゃないんですけど、そういう形でねセクション分けしてやってみようかなって思ってるんですけど、一番最初のライフ、大まかに分けて自分の生活みたいなものでゴールにしたいものっていうのが Be positive, be active, be thankful、 常にねポジティブに物事を考えたり、ね、行動に移していく、自分の持っているものについて感謝していくっていうのがまあ一つ目の目標なんですけど、なんて言うんだろうな、やっぱ去年って多分みんなにとってもねなんかストレスが溜まったりだとかいろいろね大変だった年だとは思うんですよ。今まで以上にねストレス溜まってたのかなっていう
感じもするんですけど、そういう時ってやっぱ助け合いが一番大事だと思うし、その、ね、家族とかにもねこう助けられることとかもいっぱいあったから、なんかやっぱ常にねありがとうっていう気持ちはね忘れないようにしていきたいなって思って、もう2021年の目標 LIFE っていうセクションの中ではぴったりだなと思って、それをねまず一つ目の目標としました。二つ目が、去年結婚してお家をね買ったので、 Make our house more cozy and keep it clean。 もうちょいねなんかゆったりできるお家っていう感じのお家にしたいっていうのと、忙しくてもやっぱりしっかりあの家のね掃除もしていきたいなって思ってます。3つ目のゴールっていうのが Get better for household。 まだまだやり方とかもねちょっと段取りも悪いしうまくできてないんですけど、やっぱそういうのやっぱやってみないと分かんないんで、ちょっとずつねいろんなことに挑戦して料理のレシピをね増やしたりだとか、効率よくね掃除ができたりとかできていけたらなって思って、でそれをね3つ目の目標にしました。2つ目のセクションが学校のことなんですけど、もう一番メインの目標が Do what I can do, know my limit。 期待しすぎるんですよね、もう絶対なんか100点取りたいみたいな。で、あの結構アメリカの大学って厳しいんですよね、もうどの人も絶対24時間っていう決まった時間しかないし、無理にねこれとこれとこれを全部今日のうちにやろうとか、そのできないことを全部目標に今までしちゃってたんですね。でそれでなんかこのテストがうまくいかなかったらもうすごいストレス溜まって、あもうこのクラスダメだなとかすごい落ち込んじゃったりとか、それでね家族とかジェイクにもね迷惑かけちゃったりとかしてたんで、もうあこれ絶対1日じゃ終わらないなみたいなことを知ってるのにその目標にしちゃうっていう、もうやめて、あもう多分自分この1日だともうこれとこれとこれしかできないなって思ったら、そのね自分の限度をちゃんと把握して、そのできる自分のできる範囲で目標を立てていくっていうことをやっていきたいなって思います。それがね今までできてなかったんで結構ストレス溜まったりだとか、意味のないことに絶望を持っちゃったりとか、いろいろねネガティブなことがいっぱいあったんで、そういうことをね直していきたいなって思うんですけど、2つ目が Remember just one more semester to go once this semester is over。 もうちょっとでね大学卒業なんだっていうことをねもう頭に入れて、もうあともうちょっとで終わるっていう、目の前に餌つってもうなんか猛ダッシュで頑張るみたいな。3つ目が Do more activities for Japanese。あのもうこれめっちゃ恥ずかしいことなんですけど、あの日本人クラブっていうクラブが大学にありまして、それのね部長を務めているんですけど、前部長さんから私に代わってほぼできてないんですね活動が。前のね部長さんはすごかったの、もうなんかすごいやり方が上手ですごい尊敬してるんですけど、自分がねいざやろうと思えばなんかなかなかその何をすればいいんだろうって思っちゃったりとか、そのなんか案があんまり出てこなくて、本攻めもうちょっと日本人クラブ頑張りたいなって思います。セクション3つ目、個人的なね目標なんですけど、それの1つ目が Stay hydrated。 あの水飲むことってめっちゃ大切だなって実感しました。その水を飲むことによってこう肌が綺麗になったりだとか、食べ過ぎをねあの防止して、そのちょっと痩せれたらいいなみたいな、そういうねあの欲が詰まった目標になっております。2つ目が Think and move quickly。 一番自分の弱点っていうかあれなんですけど、行動がねとにかく遅いんですよ私。考えることは考えるんだけど、これだったらどうだろうとか、あれだったらどうだろうみたいなね、なんか余分な考えまでしちゃうんですよね。だからなんか行動に移すまでがすごく長くなっちゃって、なんか全然そこまでいけれないみたいな、もうここでずっと立ち止まっていろんなことを考えてるから全然前に進めないっていうことがあるんで、それはねちょっと直したいなと思ってて、結構やっぱ難しいんですけど、やっぱ直そうと思ってすぐ直せれるもんじゃないので、ちょっとずつね直していけれたらいいなって思ってます。個人的な目標のねその3つ目、 Stop saying I don't know。 もう口癖でねもういつも言っちゃうんですよね、わからんわからんつって、なんかダメだなと思って、そういうのは直していきたいなって思います。今年のね目標セクション4つ目が YouTube なんですけど、去年からね YouTube 始めたっていうのもあって YouTube のことなんですけど、その1つ目の目標が Hit 200 Subscribers。 私が YouTube 始めたのが去年のね夏休みだったんで、5月とか6月ぐらいから始めてて、で今ね117人ぐらいかな、110
117人とか118人ぐらいなんですけど、もうねすごいちょっとずつちょっとずつ増えていってて、なんかすっごい嬉しい。なんか一人増えただけでもなんかちゃんと見てくれてるんだみたいな、他のね YouTuber やってるすごい有名な人とかに比べたらなんか200人って少なくねみたいな思われるかもだけど、でもやっぱ自分はその何もないものから始めて100人登録者数がね1年以内で集まって、もうなんかすっごい満足してるしすっごい嬉しいし、もうこの調子で今年には200人サブスクライバーがね達成できたらなんかすごい嬉しいなって、みんなのね気持ちに添える動画をねいっぱい作っていきたいなって思ってます。で、まあ、これに関連するんですけど、2つ目、その YouTube の項目の中での目標2つ目が Upload videos consistently、 そのみんなの気持ちに応えたいって思ってても、やっぱ自分が動画を出さないことにはあのことが始まらないので、冬休みだとか夏休みだとか長期の休みはね1週間に2本とか出していけれたらなって思っているんですけど、学校が始まってもね、去年から私のことを知ってくれている人は分かるとは思うんですけど、大学が始まって1ヶ月ぐらいでもう更新をねもうストップしちゃったんですよ。1週間に1回更新をねできればしていきたいなっていう目標があるので、これもね達成できるように頑張っていきたいなって思います。3つ目の目標が Be me and share my experience。 人によって行く大学も違うし、人によってその学ぶことも違うし、人によってねそれぞれいろんなことが違うので、私は私なりに自分が体験して自分が思ったことをねみんなにシェアして、まあ、共感してもらったりだとか、あそんな意見もあったのかみたいな、自分なりに体験したこと、自分なりに思ったことをみんなにシェアしていけたらなって思います。はい、今ねトップコートを乗り越えました。で、出来はこんな感じです。ちょっと見えるかはよくわかんないんだけど、結構ね綺麗に塗れたかなって思うんだけど、ここのね指だけトップコートを塗るときに多分乾いてなかったんだよね、ネイルのやつがね乾いてなくてちょっと剥げちゃったんだけど、まあいいんですよそういうのはね。結構ね思ったよりね可愛いなと思って、なんかこのセーターとねマッチしてて可愛い。まあね最初にも言ったとは思うんだけどね、2020年はねみんなにとっていろいろね大変な年だったんじゃないかなとは思うんですけど、楽しいこともねいっぱいある分ね、やっぱ辛いことだったり大変なこともみんなねあるとは思うんで、2021年もみんなにとってねいい年になればいいなって思います。みんなもね目標を持って2021年も頑張ってほしいなって思います。 Thank you guys for watching. I hope you enjoy this video. If you liked it, please give it thumbs up. Don't forget to subscribe and I'll see you guys in the next video.